松田純一、身長165センチ、体重は68キロ、小太りの中年親父です。出身は東京の銀座です。私は心療放射線技師と心理カウンセラーと防災インストラクターと3つの仕事を掛け持ちしております。ですから職業はどれだと言われればちょっと難しいかもしれないです。おせっかいが好きだということでしょうか。小さい頃は探検家になりたくて医学と物理学を勉強しました。ですけども、植物のアレルギーがあって探検家を断念しました。放射線技師になりました。放射線技師になってから25年間、胃がんの早期発見の研究を続けたんですけれども、40歳ちょっと過ぎた頃ですね、山へ行って事故に遭いまして、病室の天井を眺めながらうーんと考えちゃいまして、私はこのあと何ができるのかな、よしできることを片っ端からやってみようと思いまして、今いろんなことにチャレンジしてます。無線の免許もこの間取りましたし、大型自動車の免許も取りました。車の運転は苦手だったのでモータースポーツクラブに入りまして、一生懸命練習しまして、A 級ライセンスを取ることができました。国内予選3位まで来ました。あとは防災ボランティアの、防災ボランティアの、仕事をもう13年間続けております。福島の事故の時にはですね、私は放射線技師なので、線量測定器を持ってあちこち駆けずり回りました。モデルとしては経験未熟でまだ新人でございますが、よろしくお願いいたします。はい、OK です。すみません、何言ってんだか自分でも分かんない。